ルスラン・チャガエフ、ルスラン・チャガエフ、ルースロン・チャーグイル、1978年10月19日対は、ウズベキスタンのプロボクサー。元 WBA 世界ヘビー級王者。アンディジャン出身。アマチュアボクシングの確かなテクニックをベースにした、サウスポーのボクサー。体格や顔つきが、マイク・タイソンと似ていることから、ホワイト・タイソンの愛称で親しまれいる。アマチュア時代には、ウズベキスタン代表として1996年のアトランタオリンピックと2000年のシドニーオリンピックに出場経験を持つ。肝炎を患っており、肝炎を理由に試合が何度かキャンセルされた。チャガエフは、プロボクシングの土壌のない東欧の旧共産圏出身であるため、若年期はアマチュアボクシングの場で活躍をした。アマチュア時代の戦績は85戦82勝と報告されている。また、1997年に一度プロに転向し、その後またアマチュアに戻るという珍しい経歴も持っている。アマチュア時代は2度世界チャンピオンとなり、2度のオリンピック出場を果たした。また、オリンピックで3連覇した。キューバのアマチュアボクサーフェリックス・サボンに対し2回勝利した。1回目は1997年のアマチュア世界選手権の決勝で14-4で勝利し、2回目は1999年にブルガリアで行われたインターナショナルボクシングカップの決勝で7-2で勝利した。しかし、3回目の対戦となる1999年の世界選手権では2-9で敗れている。1997年、アメリカでプロデビューし8月21日、9月3日と2試合を行っている。アマチュアとしても活動をしている時期であり、プロ活動が発覚し1997年の世界選手権金メダルを剥奪されている。金メダル剥奪後は、プロとしての活動を自粛しており、2度目となるプロデビューは2001年の世界選手権で金メダルを獲得後の2001年9月21日である。プロ転向後は一つの引き分けを除き、勝利を重ね、2006年3月11日、WBA インターコンチネンタルヘビー級王座と WBO インターコンチネンタルヘビー級王座を獲得した。また、同年7月15日、空位だった WBO アジア。太平洋ヘビー級王座も獲得した。2006年11月18日、デュッセルドルフので、ジョン・ルイスと WBA 世界ヘビー級挑戦者決定戦を行い、12-2-1の判定勝ちを収めニコライ・アルーエフへの挑戦権を得した。2007年4月14日、ロストックので、WBA 世界ヘビー級王者、ニコライ・アルーエフと対戦し、12-2-0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。チャガエフは序盤から足を使ったボクシングを展開し、ペースを支配し、中盤以降はアルーエフの右ストレートに対し左ストレートをうまく重ね合わせ、身長差約30センチメートル、体重差約42キログラムというハンデを跳ねのけて、世界王座に戴冠した。2007年10月13日、モスクワで WBO 王者のスルタン・イブラギモフと王座統一戦を行う予定だったが、チャガエフが B 型肝炎と診断され試合は中止された。2008年1月19日、デュッセルドルフのブルクベヒター・カステロで元 K-1 ファイターでもあるマット・スケルトンと対戦し、12-3-0、117-110、2者が117-111の判定勝ちを収め初防衛に功した。その後、6月には指名挑戦者アルーエフとリマッチを戦う予定だったが、アキレス腱の負傷によりしばらくリングに上がれないことになった。これを受けて WBA は、チャガエフを WBA チャンピオンインリーセス、休養王者として扱うことを決め、正規王座を空位とした。2008年8月30日、1位アルーエフと2位。ジョン・ルイスとがその正規座をめぐって王座決定戦を争い、勝利を収めたワルーエフが WBA 世界ヘビー級の正規王者になった。この後でチャガエフとワルーエフは2009年6月26日までに対戦するよう WBA から指示を受け、2009年2月7日、約1年ぶりとなった復帰戦は、ロストックのシュタットハレ、ロストックでカール・デイビス・ドルモンドと対戦し、偶然のバッティングによるチャガエフの傷がひどく、6回終了時、3から0、2者が58から56、60から54の負傷判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。同年5月30日、フィンランドのヘルシンキで正規王者のワルーエフと王座統一戦を行う予定だったが、チャガエフが前日計量後の検診に応じず契約不履行により中止された。この時も肝炎が原因と伝えられている。2009年6月20日、ゲルゼンキルヒエンのフェルティンスアレーナで IBF WBO イボ世界ヘビー級王者、ウラジミール・クリチコと対戦し、2回2ダウンを奪われるなどしてペースをつかめず、10回1秒、プロ初黒星となる左目上負傷による棄権による TKO 負けを喫し IBF WBO イボ王座の獲得に失敗した。2009年7月24日、WBA は2009年6月度のランキングを発表し、正規王者のワルーエフと王座統一戦を行わずに、クリチコ戦を優先させたチャガエフは王座を剥奪され、WBA 世界ヘビー級1位にランクされた。2011年8月27日、同年7月2日に行われた WBA 世界ヘビー級王者デビッド・ヘイと、IBF WBO イボ世界ヘビー級王者、クリチコの統一戦で、クリチコがヘイに勝利し、WBA 規定で、クリチコがスーパー王座に認定された。これに伴い、チャガエフは WBA 世界ヘビー級王座、決定戦を、ドイツのエアフルトのメッセハレで、アレクサンデル・ポベトキンと行い、12回0から3、2者が113から117、112から116の、判定負けを喫し王座返り咲きに失敗した。2013年10月5日、モスクワのオリンピックスタジアムでジョボ・プダールの持つパバ、ヘビー級王座と空位の WBA、コンチネンタルヘビー級王座をかけ対戦し、12回、3から0の判定勝ちを収めパバ王座と WBA コンチネンタル王座の獲得に成功した。2014年5月、WBA 世界ヘビー級ヘビー級王座決定戦に出場するため、パバ王座を返上、WBA コンチネンタル王座も返上した。同年7月6日、チェチェン共和国グロズヌイのアフマドアレーナで、BA 世界ヘビー級7位のフェリス・オケンドと WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行い、12回、2から0、114から114、2者が115から113、の判定勝ちを収め5年振りの王座返り咲きに成功した。試合後のドーピング検査でオケンドから禁止薬物のタモキシフェンとアナストロゾールの陽性反応が検出された。2014年7月8日、WBA は最新ランキングを発表し、チャガエフを WBA 世界ヘビー級正規王座としてランクするとともに、上日のオケンド戦の勝利を評価し2014年6月度の月間 MVP に選出した。2015年2月25日、WBA から WBA 世界ヘビー級4位のルーカス・ブラウンと指名試合を行うよう指令が出された。2015年7月11日、ドイツのマクデブルクので WBA 世界ヘビー級13位のフランチェスコ・ピアネタと対戦し、初回2分57秒 KO 勝ちを収め初防衛に成功した。2015年10月17日、ドイツのキールで WBA 世界ヘビー級4位のオケンドと1年3ヶ月ぶりに再戦する予定だったが、オケンドが同月6日のスパーリング中に肩を負傷したため中止となった。同年11月13日、WBA は肩を負傷したオケンドが最低でも2016年5月まで試合ができないとのメディカルリポートに基づき、オケンドとの再戦が不可能となったチャガエフに WBA 世界ヘビー級3位、ルーカス・ブラウンと指名試合を行うよう指令を出した。2016年3月5日、アフマドアレーナで WBA 世界ヘビー級2位のブラウンと対戦したが、7年ぶりの KO 負けとなる10回2分2秒 TKO 負けをし、指名試合を制しての2度目の防衛に失敗して、王座から陥落した。2016年3月21日、WBA は最新ランキングを発表し、上述のブラウン戦に敗れ王座から陥落したチャガエフを WBA 世界ヘビー級6位にランクした。しかし3月22日、バダによる薬物検査で王座を獲得したブラウンから違反薬物のクレンブテロールへの陽性反応が検出され、ブラウンの違反薬物使用が確定すれば、試合は無効試合となり、ブラウンは王座を剥奪される可能性があると報道された。2016年4月8日、WBA は最新ランキングを発表し、チャガエフを WBA 世界ヘビー級5位にランクインした。2016年5月12日、WBA は上日の試合後に、クレンブテロールへの陽性反応が検出された、ブラウンから王座を剥奪の上出場停止6ヶ月の処分を課し、チャガエフに対し108日以内に、WBA 世界ヘビー4位のオケンドとの指名試合に向けた対戦交渉を開始するよう義務付けた。2016年5月21日、WBA のメンドーサ会長は、WBA のドーピング規定にのっとり同年3月5日に、行われたルスラン・チャガエフ対ルーカス・ブラウン戦の試合結果は無効試合とする。敗者となっていたチャガエフは試合前の地位である WBA 世界ヘビー級王者に復帰することとなると述べ、WBA 世界ヘビー級王座は正式にチャガエフに差し戻されたが、試合の公式記録は無効試合へ覆らなかった。2016年6月8日、WBA は最新ランキングを発表し、チャガエフを WBA 世界ヘビー級王者としてランクした。2016年7月26日、WBA は2014年7月6日に行った、オケンドとの WBA 世界ヘビー級王座決定戦の認定料$47,750、約400万円を支払うようチャガエフへ繰り返し求めてきたが、最終期限に設定した2016年7月14日までに支払いがなかったこと。また、オケンドとの指名試合を行う意思を示さなかったため、チャガエフから WBA 世界ヘビー級王座を剥奪した。2016年7月31日、チャガエフは2001年に手術を受けた左目の状態が思わしくないことを理由に、現役引退を発表した。同年8月11日、WBA は最新ランキングを発表し、チャガエフの引退に伴い WBA 世界ヘビー級正規王座を空位とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。